ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がマクラーレン 570S 2019年式 8300km、 こちらの車両をご紹介させていただきます。実はこちらの車両、去年の2月に一度ご紹介させていただいて、はい、その後、ご制約もいただきまして、はい、でさらに納車の動画なんかもお届けさせていただいた個体なんですよね。です、はい、というわけでお帰りなさいっていう感じになってるんですけれども、はいはい、今回買い取りまたさせていただいて、はい、まあ、店頭で販売させていただく形となっているということで、前回は割と詳しくご紹介させていただいているんで、ね、細かく、ね、はい、やりましたね。ちょっと今回は、まあ、お帰りなさいということで、はい、現状報告会で、はいはい、ご案内させていただければなと思います、はい、で前回ご案内させていただいた時が、うん、あの僕大変恐縮なんですけど、うん、あの走行距離間違っておりまして。そうなんです、はいはい、動画で一応注釈入ってるんですけど、はい、あの6000キロ、うん、動画で8000キロって言ってるんですけど、はい、あのテロップで6000キロの訂正入れて、そうですね、6000キロでご案内させていただいているんですよ、うん、で今回が8300キロということで、はい、まあ、大体1年ぐらいで2300キロぐらい、うん、ぐらいですね、はいはい、ご納車させていただいたオーナー様のもとで走られてた車なんですよね、はい、でちょっとその後状態どうなのかっていうところをちょっとお伝えできればなと思います、はいはい、で結構この手の車なんで、うん、こうしっかり走られる方はしっかり走られるじゃないですか。そうですね。で動画でもちょっとお伝えしたんですけど、うん、はい、もう本当に走りを楽しまれるオーナー様だったんで、うん、まあ、ちょっとどういう使われ方してたのかなって気になる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、今回の車に関しては、うん、あのあんまりこうガンガン走られた感じじゃないんですよね。ではないですね。どちらかというとこう高速道路メインであの移動で使われていたというんですかね、うん、そういう感じですね。サーキットなんかも行かれる方なんでちょっとどうなのかなと思ったんですけど、こちらの車両に関してはちょっと、はい、結局サーキットは未走行、はい、はい、なんで非常にコンディションがいいまま戻ってきた感じになるんですけども、もともとご案内させていただいた時も非常にちょっとコンディションが良かったんですけど、はいはい、変わらずという変わらずほぼほぼ変わらないですね、はい、で特にこの辺の個体だと前回りのやっぱり飛び石とか、うん、はい、まあ、気になるところではあると思うんですけど、うん、ほぼない。そうですね、なく、そうありますけどね、ちょっと、はい、っていう感じですかね。そうですね、そんなに大きく目立つものがないので、ここがタッチアップしてちょっと直してあるぐらい、はい、そうですね、ぐらいですね、はい、はい、あと大きいのがプロテクションが、そう、果てありますからね、前回り下回り、はい、この辺全部、そうです、この造形なのに、うん、全部貼ってありますから、ね、はい、まあ、この辺安心して使っていただける部分じゃないかなと。そうですね、で前回ちょっと割と詳しく紹介してるんですけど、改めて見てもやっぱり造形ちょっとこう機能美から来るところだと思うんですけど、芸術的でもありますよね、はい、でマクラーレンのこのここからも入ってここからも入って、そしてこの流れるようなデザインのヘッドライトと、うん、はい、いいですね。いいですね、はい、でこのまた前回も紹介してますけどバートンブルーのこの外装が、はい、あれからちょっと割と見たんですけど、うんうん、ほとんどいない。いや、いないでしょうね、はいはい、かなり珍しいカラーなんで、うん、まあ、ただでさえ目を引くエクステリアですけれども、うん、さらにその辺でも楽しんで特別感を味わっていただけるんじゃないかなと。はい、であと前回りでいくとフロントガラスもプロテクション貼ってあります。でこの辺はやっぱりあの結構交換とかになると、うん、費用的には結構かかるじゃないですか、はい、でもちろんプロテクション貼ったっても、はい、もうもちろんその多少の傷だったりだとかっていうのは、はい、全くこう防げるものではないんですけれども、うん、やっぱりこう大きく割れちゃったりとか、そうなんですよ、っていうのが割と防げますからね、はいはい、うん、まあ、この辺貼ってあるといいんじゃないかな、ね、はい、うん、ただやっぱりこうワイパーだったりとかで曇ってきちゃったりとか、うん、はいはい、細かいものはプロテクションが先に傷ついてきますの で、 そうですね、まあ、定期的に張り替えなんかも、はい、まあ、おすすめしていきたいかなっていう、うん、そんな感じです。であとは足元、うん、こちらも再びの紹介なんですけど、アナーキーの、はいはい、これもコンディションよく、はい、ね、すごく状態いいままですね。一瞬見た感じ全然がれ傷とか、はい、ないと思いますね、はい、その辺もなく、はい、もう本当に1年前に紹介させていただいた時とはほぼ変わらないコンディションで戻ってきている感じです、はい、でタイヤもまだまだ、はい、全然、はい、まあ、距離が2300キロってことで、そうです、はいはい、まあ、ちょっとその最初の皮むきとは言わないですけど、はい、うん、まあ、バリ山の状態でですね、はいはい、まだまだ乗っていただけるかなと。で確かあの、うん、ご案内させていただいたときにちょうどつけた、そうなんですよ、はい、新品で取り付けしてるんですよね、そのタイミングでタイヤの年式も新しいですし、はいはい、まあ、この辺も十分
まだまだ使っていただけるんじゃないかなと、うん、でサイズなんかは純正1インチアップの20インチ、はいはい、やっぱりかっこいいですね、ね、なんか見ても、うん、はい、でキャリパーなんかも標準の黒からシルバーのこちらのタイプ、はい、に変更されて、なんかもうなんか元々の状態もすごくかっこいいんですよね。そうですね、このバートンブルー、ね、シルバーのキャリパー、はい、この後紹介しますけど、はい、内装のこのタンだったりだとか、はい、こんな組み合わせになってると。であとローダウンが、はい、ロベルタのローダウンと、そうです、はい、はい、あと純正のリフターがついてる感じですよね。そうですね、はいはい、なんで割と低めですけども、うん、まあ、大体使い勝手はそんなに悪くなってないのかな。いや、意外と普通に、うん、悪くはないですね、はい、でまあ、若干の調整はできますので、はい、あとはこのサイドのシルエットも、うん、もう相変わらず素敵すぎませんか。かっこいいよね。割と最近ロテ4も履いた570もご紹介させていただきましたけども、うん、はいはい、こんな感じのこう来てる、はいはい、これはぜひ機会があれば現車を見ていただけるといいんじゃないかなと、はい、あと割とこうドアのここのシルエットに目が行きがちなんですけど、うん、これ C ピラーと言うべきか B ピラーと言うべきか、はい、このピラーもすごい形してるんですよね。そうですね、まさかの浮いたデザインという。素晴らしいですねこれは。この辺で、まあ、ちょっとその空気の流れと、あとそのエンジンの熱をこう、はい、抜く感じですかね。抜く感じの空気の流れになってみたいですね、はい、そうですね、ここが抜けてますからね、まさかの、うん、そしてあとはリアに関しては1インチ大きい21インチアナーキーの同じもの、うん、でこれもよく見るとピアスボルトがところどころ出してある、うんうん、そうですね、ちょっとこう特殊なデザインという、はい、まあ、全出しにするとちょっとこう賑やかな感じしますし、そうですね、全隠しにするとこうシンプルな感じしますけど、うん、これが絶妙な感じで出してあるんで、この辺なんかもさりげない、はい、ね、うん、だからこの辺は結構注文する時のオーナー様の好みだったりうちの担当だったりいろいろこうね、ハードウェアに関しても見極めがいろいろ好みが分かれるところですけど、でもこれはこう個性が強くないのですごくいいかなと思いますね、うん、そしてリアに回っていくと、リア特になんかこのシュリンクラップドデザインでしたっけ、うん、そうですね、包み込むデザインがすごくこう感じ取れるというか、はい、このリアフェンダーがこうエンジンルームに被る感じとか、そうですね、このバンパーがこうさらにこう被る感じ、はい、これやっぱり他にないんで、うん、やっぱり目を引くし、うん、こうデザインに飽きが来ないですよね。そうですね、で意外とこう曲線も多いですし、なんていうんですか、横から見るとそんなにモリモリした感じのフェンダーじゃないんですけど、後ろから見るとすごくアグレッシブなデザインでかっこいいですね。で特にもう同じ年式もだってマクラーレンでスタートしてから2011年に MP4 が出てるんで、うん、10年経つけど10年経ったよね、デザインがなんかこう古臭くならないんですよね。ならないですよね、うん、同じ年代の車で言ったら10年前って言ったら結構こう時代を感じるじゃないですか、うん、はい、車によっては2世代前になる可能性もありますからね、はい、なんでその辺がうまくちょっとデザインされてるなと、うん、はい、で570標準だと、うん、まあ、650なんかと違って割とこうストリート使いできるように、はい、まあ、空力だったりだとか足回りだったりだとかだいぶこうストリートに落とし込んだ車になってるってことで、うん、まあ、その電子制御の羽が電動の羽なんかついてない、はい、代わりにここがこう結構こうそうですね、出てちょっとダウンホースを、そうなんかちょっとダクテール風な感じ ですよね、はい、でそれに今回プラスして この MSO のカーボンのウィングがついてると、はい、この辺もちょっと前回ご紹介させていただきましたけど、もうとにかくガッチガチなんですよね。ガッチガチですね、はいはい、おしゃれウィングじゃないんですよ。じゃないです、本気ウィング、本気です、はい、こんなのがついて、これも結構ついてる車珍しいですよね。いやー、あまり見ない、ほとんど見ないですよね。まあね、何回も繰り返しになっちゃいますけど、新車時のオプションの金額も結構な金額になってしまいますので、まあまあまあね、これのアクションもちょっとお買い得ポイントじゃないかなと思います、ね、はい、そしてあとは前回ご紹介させていただいた時とちょっと仕様が違うのがマフラーの方が、うん、そうですね、はいはい、交換されているということで、はい、ちょっといい音がしそうなんで、そうですね、ちょっとこの後聞いてみたいと思います、はいはい、でノーマルももちろんありますと、はいはい、続いて内装をご紹介させていただきます。でプロテクションの範囲でいうと、はい、このドア下が貼ってある感じですよね。はい、はい、この辺がごっそり貼ってあると。であと特にこのマクラーレンの上に開くドア、うん、リヘドラルドアの土方さん的おすすめポイント、うん、ここにもしっかり貼ったんですよね。そうですね、ここが結局普通の車でいうとこのサイドステップというか、うん、はい、部分になるんで結構汚れたり傷ついたりとか、うん、ね、開けた時に目立っちゃうもんね。なんでこの辺なんかもしっかり貼ってあるんで、はい、状態が非常にいいと、
はい、あと気になるところとしては、うん、このドアの開く幅感というか、はいはい、なんですけど、これって割と、うんうん、大人の肩幅って言ったらあれですけど、はい、人一人分ぐらいな感じですよね。そうですね。なんであの普通のセダンとかクーペみたいに横開きのドアで、うん、すごく狭い駐車場でもドア少しこう頑張ってコンパクトに開けば乗り降りできるかっていうと、はい、ちょっとそこだけですよね。そうですね。割とこのぐらい本当に大人一人分ぐらいのスペースがないと、はい、ちょっと開けられない、うん、はい、でドアから見ていくと内装がマクラーレンすごくこう手が込んでるというか、うん、いい仕事してるなっていう、はい、このタンとアルカンですかね、スレッド調の、はいはい、コンビの内装になってて、そしてこのドアの後ろ側に、はいはい、アラームのキャンセルと、はい、あとはエンジンの、そうです、はい、水とオイルだけ、はいはい、入れられる、はい、蓋が開くボタンですね、はいはい、がついてると、うん、あと今回の車はスピーカーがバワーズ&ウィルキンス、そうですね、はい、12スピーカー、はいはい、こちらがついてると。だとドアのポイントでいくと、うん、ソフトクローズもついてますね。ついてますよね、はい、これが結構ちょっと特殊な開き方なんで、はい、ちょっと閉めづらかったりした時も、うん、しっかりサポートして閉めてくれると、うん、であと内装に行くとシートは先ほどご紹介させていただいたこのタンの、はい、これ黒とかでもまあまあいいと思うんですけど、うん、ちょっとこの何ですか、外装に負けない色気というか、そうですね、明るすぎないじゃないですか、黒の何ですか、スエード調の生地と組み合わせているので、これはすごくいいですね。おしゃれさも。僕またこのちょっと体型にも、はい、ちょっとあの好みのこの座った感じにもすごく合うんですよね。うん、いい感じですよね。何ですかね、なんかしっくりくるというか。うん、ちょっとランボと毎回ちょっと比較させていただくことが多いんですけど、ランボルギーニってちょっとタイトな、うん、割と感じありますね。ありますけど、うん、本当にポルシェとかのシートみたいな、はい、こう割と普通に座れちゃうというか、はいはい、あまりタイトさがないし。そうですね。そしてこちらも電動のメモリー付きのシートになってるんで、はい、だから見た目以上に快適なんですよね。快適ですよ、はい、シートヒーターもついてますし、うん、いいですよね。そしてステアリングも電動の、そうなんですよ、チルトとテレスポが付いてると、はい、意外とこういったスポーツカーって手動だったりとか多いですけどね、うん、そしてダッシュボードもこのスウェード調の黒い、はい、だから上の部分は明るい色持ってこないで、うん、結局反射を抑えた、そうですね、はいはい、ステッチも最小限のデザインになってて、はい、下回りにこのタンの明るい色を持ってきてると、うん、はい、こんな感じの内装になっております、はい、であとはそっか、あとは、一応カーボンのインテリアのパッケージが入っているということで、そうですね、この艶消しのカーボンにところどころなっていると、はい、こんな感じになっております、うん、じゃあ続いてエンジンルームをっていうところなんですけど、エンジンルームが開かないんですよね。そうなんですよ、残念ながら。でちょっとあのショートバージョンになっちゃうと、うん、ただ の手を抜いた紹介動画になっちゃうんでちょっと今回、はい、僕エンジンに関して少しだけ調べてきました、はい、あ、そうですか、はい、で前回あのエンジンルーム開かないんで本当にふわっと、うん、でしかも試乗の時ちょっと喋っただけだったので、はい、ちょっとあの多少勉強したところを喋らせていただくと、うん、もうエンジンが M838T、はい、これエンジンを紹介するときに結構こう日産、日産、前回もちょっと日産なんて話をしてるんですけど、うん、キーワードが出てくるんですけど、はい、もともとちょっとカンペ見ていいですか。どうぞ、はい、トム・ウォーキンショーレーシングっていうところが開発というかしたエンジンをリカルドが買い取って、うんうんうん、で開発を進めたエンジンらしいです、うんうん、で日産のキーワードが何で出てくるかっていうところなんですけど、なんか元々のアーキテクチャ、うん、まあ、基本設計がその日産の V8、だから日産のビッグセダンとかに積まれてるエンジンのなんか基本設計を使ってる、うん、なるほど。で日産のエンジンを使ってるわけじゃなくて、うん、基本設計、うん、だから言ったらこうご先祖様が一緒みたいな、はいはい、スタートのところは一緒みたいです、うん、ただそこからもうだいぶ改善というか改良が進んで、うん、まあ、最終的に残ったのは一応 3.66 インチのそのボアのみ。なるほど。だパーツの別にその互換性もあるわけじゃないし、うん、はい、ただのその何ですか、ムービングパーツのその基本設計的なところがそのまま受け継がれているというか、なるほど、ね、っていう流れらしいです、はい、であともう一つ大きなところとしては、あの普通車の開発っていった時にエンジンも含めて開発じゃないですか、うん、でこの車の場合は、うん、まあ、遡ると MB4 からの開発になるんですけど、はい、全くそれに当てはまらないらしいですね。うーん、はい、
ていうのは、うん、車のそのシャーシだったりボディを先に設計して、うん、それをこう動かせるというか効果を発揮できるパワーユニットどれですかっていうことでこうなってるみたいです。でその時に、まあ、もちろんいろんな世界中にエンジンのメーカーあると思うんですけど、うん、いやそこはイギリスでしょっていうことで、まあ、リカルドを手を組んでやってるみたいです、うん、そういうことなんですね。でその作り方っていうのは、うん、航空機の開発に近いらしいですよ。は結局航空機ってその形をもう飛行機のデザインをして、まあ、どういう空気の流れ、うん、でそれを飛ばせるエンジンどれかっていう、うんなるほどね、そういう順番らしいんですよ。あなるほど。でそのためにこの開発したエンジンという、うん、で今でこそダウンサイジングのターボってこう珍しくないですけどそれこそこの10年前もう開発で言ったらもっと前からじゃないですか。でこの決して大きいと言えない 3.8V8 のエンジンが結構苦労したみたいですね。やっぱりでやっぱりその当時ライバルって言ったら、まあ、NA があったりだとか、はい、もうちょっと大きい排気量のこう、うん、スーパースポーツがあったりとか、うん、そんな中でこの3リッター台のエンジンでそれに負けないレスポンスとやっぱりこのパワーで、どうしてもターボってこう構造上もロスというかはい、はい、レスポンスの悪さが出ちゃうっていうのはもうこれどうしても全くゼロにするっていうのはやっぱり難しいですよね。やっぱりそのタービン小さくしてるとか低回転で回るようにしてとかっていうのをいろいろな工夫をしてターボラグなくしてっていうのもどんどん進んできたんであんまりこう一般の方が感じるところではないかもしれないですけど、うんまあ、これに関してはかなりその辺工夫して、うん、もう NA になるべく近づける、うん、このレスポンスの良さをこう実現してるみたいな、うん、だからこれってなんかターボなのに音めちゃめちゃよくないですか。めちゃめちゃいいです。あと回転の上がり方とかも、はいまあ、シングルプレーンっていうのもあるかもしれないですけど、はい、本当になんかリッターバイクみたいな。そうですね、うん、もうファンファンみたいな、はい、ちょっと本当にターボですかっていうようなこうレスポンスというか、うんはい、いやそれはね、僕も思います。というのと土言うように最初にそのマクラーレンに出た時にエンジンちっちゃいんだなっていうのが第一印象だったんですよね。で、まあ、乗ってびっくりですけどね。全然その排気量の小ささ小さいとは言わないですけどね。やっぱりこう何いる他ライバルの排気量とか、うん、トルクとか比べて大丈夫なのかなっていうのは正直思ってましたけど、ああ乗ってびっくりですね。素晴らしいエンジンです。であと熱問題に関してはレイアウトもあってかなり苦労したそうです。なるほど。どうしてもタービンがかなり下の位置なんですよね、はい、でやっぱりどうしてもボディだったりだとか足回りに熱の影響がかなり出ちゃうんで、うんまあ、かなり苦労して、まあ、取り回しだったりとか、うん、で排気もすごく特殊なレイアウトなんですよね、うん、そうです。下に行ってタービンがあって そこから上に持ち上げてそうなんですよ。ここで一回集合させてさらに後方で分けるっていう、うんいうかなり特殊なことをしているみたいです、うん、続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ参りましょう。ちょっと石川さん行く前にいいですか。何さっきもちょっと言ったんですけど、うん、ドア開けるのが大変くないですか。本当ですか、はい、僕ねなんか最初嫌だなと思ったんですけど、はい、慣れたら大丈夫です。閉めるのはソフトクローズもついてるし、はい、割とこうスーッて閉めるんですけど、はい、閉められるんですけど、はい、ちょっとこれ女性の方はあ重いですね。持ち上げるのがちょっと大変かなっていう。そうですね、はい、そこはエスコートしましょうです。ただ幅はやっぱり大人の人のその何ですか、うん、幅というか肩幅ぐらいでこう全部上がるじゃないですか。そうだね。利便性以外にいい気がする。いやいいと思いますよ。やっぱり車的にはよくできてますよ。本当ですよね、うん、乗り心地いいし行きましょう。そうなんですよ。僕あれからも結構いろんなレビューとか見たんですけど、うん、やっぱりみんなこう乗り心地に関してはすごくいいって、うん書いてますよね。だから車がもうどうしてもそのスポーツシリーズなんで、うんはいまあ、ちょっとタイトさ想像されてる方も多分少なくないと思うんですけど、はい、
どっちかというとやっぱり GT 要素の方が、うん、まあ、もちろんその GT っていうグレードもありますけど、はい、まあ、車全体的にもそういう方向性、うん、ただなんせこのビジュアルなんで、うん、なんかものすごいものをやっぱりみんな想像するじゃないですか、うんうんうん、だ意外に乗ると本当にこの乗り心地の良さと快適性と感じるなっていう、うん、で特に室内空間も、はい、あの650なんかよりかは全然、うん、A ピラーが外行ってたりとかして、そうなんですよ、広くなってるんですよね、広くなってるので、この毎回視界がって言いますけど、うんうん、この視界もやっぱりメーカーもそれを考えて作ってるらしいですね、うん、あ、そういうことらしいですよ、そうなんだ、視界の良さ、この視認性の良さ、うんうん、で本当にだって乗り込んでハンドル握っちゃうとなんか本当に、うん、言ったらもうポルシェの91シリーズと変わらないぐらいのなんかこの視界の良さ、はい、もちろんその天井の低さは感じますけど、うん、すごくいいっていう、いいですね、はい、でちょっと前回割とこう時間を取って車のレビューとか、はい、まあ、2人なりにやらせてもらったんで、うん、今回はちょっとよりこう購入検討されている方の参考になるようなところまで踏み込んで、うん、はい、ちょっとお話できたらなと思ったんですけど、うん、どことこう比較するのかなっていう、ああ、車として、そうそう、うん、でちょっと中でもさっき話しましたけど、うん、650、うん、と割と価格が近いというか、はい、被ってるというか、うん、ただちょっとやっぱり車の方向性も違いますし、うん、世代も違うんですよね、と違います、より新しい世代というか、そうですね、まあ、もちろんそのモノコックの部分に関しても モノコックというかフレームのシャーシの部分に関してもモノセル2になってて、うん、はい、よりこう乗りやすくなってたりとかもありますし、うん、また外装が、まあ、ファイバーからアルミになってたりとか、うん、だからちょっとその、まあ、もちろん省かれてるところもあるんですけど進化してるところもあるっていう、うん、でちょっとキャラクターが違うんで、まあ、価格帯が被ってるからって言ってちょっとそこ、まあ、ちょっとどうなのかなっていう部分もあると思うんですけど、うん、ただやっぱり2000万円前後っていう価格だけで言うと、うん、やっぱり650とか、あとポルシェの GT3 とか、うん、あの辺を多分一緒に検討されてる方が多いのかなっていう、そうですね、感じはしますよ ね、商談とお問い合わせ、まあ、お電話とか来店とかされる方でやっぱりよく言われるのは GT3 と気にされてますね、あ、なるほど、なるほど、うん、なんかそういったなんかこう比較する対象としては GT3 かなという感じはします、うん、まあ、フェラーリランボになっちゃうともう少し価格的に上になっちゃいますし ね、はい、はあ、ただでも僕今回改めて、うん、まあ、2回目の紹介ですけど、はい、改めて一つずつこう見てた時に、うん、これ2000万円でこの内容って、うん、めちゃくちゃこうバーゲンプライスだなと思って、いや、もうめちゃめちゃバーゲンですよこれ、だってこのエンジンに、うん、このシャーシで、うん、この内装で、そう、フェラーリランボルギーニより、はい、まあ、市場価格は安いわけじゃないですか、そうですね、でこの乗り味、うん、これってもう他ないですね、いや、ないですよ、もう完璧ですよこれは、おー、めちゃめちゃいい音してます、もう音と加速がリッターバイクです、はい、すごいね音がね、0、100、3秒台、はい、0、200、9点何秒です、すごいですね、10数える間に200キロ出る、うん、素晴らしい、割と最近あの570のロティフォーム履いたやつも、うん、割と最近乗せていただきましたけれども、そうですね、もう安定のですよね、安定です、でやっぱりあの個体として安定、この車はすごく状態もいいので、はい、まあ、オーナー様当然あのいろいろこううちのねボンドチャンネルとかでいろいろ紹介してたりとかで、車自体も紹介してますしね、前オーナーさんもあのどういう方どういう使い方っていうのははっきり分かっているので、もうおすすめの1台ですね、当然サーキットとかはこの車走ってないので走ろうかなっていう話もあったじゃないですか、ありましたね、そう、あのなんていうのかな、こう攻めるんじゃなくて走ってる姿をあの動画で撮影してボンドチャンネルで流そうかななんていう企画もねちょっと考えつつと言いながら、もう次の車がどんどん来ちゃうのでガレージ入りきれないからこう回すというか処分というのもこう回していく方なので、
まあ、1台順番が来てこう、そうなんですよ、はい、手放されることになったということで、はい、はい、だからまあ状態は本当に本当いいですね、はい、前回ご紹介させていただいた時と変わってないというか、うん、全く変わってないです、はい、非常にコンディションが、はい、そして何回乗ってもこのソリッド感たまんないですね、これね、もう車と一体になって感じますよね、本当ですよ、助手席でもなんかこのタイヤの動き、車の動きがなんか感じ取れる、うん、はい、で結局扱いやすいですよね、その毎回同じことなのかもしれないですけど、やっぱり僕らがマクラーレンってことをいいいいっていうのって、スーパーカーの形してますけど、乗って走り始めちゃうと低さはあれど扱いやすい、ミラーはすごく見えるし、ね、視界はすごく広いし、普通にあとは左ハンドルを選ぶか右ハンドルを選ぶかっていう違いで、何もこうプレッシャーがかからないっていう、運転手にこれがすごくなんていうんですかね、効果が持てるっていうか、でまた僕みたいなこの経験値の少ない人間が乗っても乗れちゃうんですよね、はい、乗れちゃうよね、はい、普通にね、僕らは素人が乗っても乗れちゃうし、スキルがなくてもなんかこうもっと踏んで大丈夫だぜってこう車に言われてる感じが、う、うん、はい、すごく伝わってくるんですよ ね、で、スーパーカーでいろいろこう乗ってるんですけど、そのマクラーレンと911系の GT3 とか、まあ、カレーライス 4S でもそうなんですけど、共通してるところってすごく懐がね深いというか、あとは乗るたびにその発見もあるし、新たにああこういう感じな走りもするんだねとか、毎回一応発見があるっていうんですかね、うん、楽しさありますよね、いやすごくあります、なんかね、極論言ってしまうと渋滞してても楽しいんじゃないかみたいなところがやっぱりありますね、うん、それはなんか共通してますね、ポルシェと、うん、いいところです、音が良すぎます、はい、この 3.8 リッターシングルプレーン、はい、いいですね、ちょっと車種は違いますけど、最近ヤフーニュース見ました、はい、アウディがついに2025年でガソリン車の新型車終了らしいです、うんうんうん、30年でもう完全に製造もストップらしいです、ショック、まあでもアウディってすごく今、まあ、ちょっとマクラーレンの乗ってちょっとアウディの話で恐縮なんですけど、はい、今アウディに限らず EV 化がどんどん進んでるじゃないですか、はい、そうですね、で特に新しいものマクラーレン、マクラーレンじゃん、アウディ積極的に取り入れるじゃないですか、はい、でもいよいよだなっていう、そうですね、いよいよ来ますね、でそこに来てこれをやっぱり楽しめるっていうのも、うん、もう間もなくなのかなっていう気は少し寂しさもあり、はい、土方さん知ってます、マクラーレン、はい、MP4 が発売されてちょうど10年なんでございます、うん、ちょうど10年、はい、2011年に MP4-12C が、はいはい、発売になりまして、うん、まあ、2022年なんで、まあ、正確には11年になってますけど、うん、駆け抜けましたね、駆け抜けましたね、はい、ああそうなんだ、そうらしいです、僕も読んで、はい、改めてあそういう感じなんだ、うんうん、これはぜひ、まあ、でも実際こうもう市場の評価っていうか理解がもうそうなってきてますよね、うんうん、まあ、多少のその価格の上下はありつつも、うん、もうここでなんか止まってる感じしません？いや止まってますね、うん、なんかよく皆さんにこう売り買いの時に言われるのがリセールが悪いじゃないですかって言われるんですよね、うん、でもそれ新車で買わなければいいってことの話なんで、確かにもしそう思われるんであれば、で中古で例えば2000万とか2500万とかネットで売ってる車の値段をこう相場を見ていただければ分かるんですけど、本当に新車から安く下がったところで安定なんで、だからそこからは別にね、なんていうんですか、リセールがどうこうっていうことないですし、今のその日本の市場の価格的にはマクラーレンが例えば2000万ぐらいであって、はい、あとその上にフェラーリ、ランボルギーニがあって、はい、まあ、その上にもっと特殊な、ね、スーパースポーツカーが
スーパーカーがあったりとかっていうことだと思うんですよね。なんで結局そのマーケットって いくらで売るかっていうんじゃなくて、皆様がいくらで買うかっていうことで成り立つわけですよね。だからそれは今市場評価として評価が低いのは、僕は逆を捉えれば嬉しくないですか。確かにこんないい車がその値段で買えちゃうんですよ。お買い得なタイミングではあります、ね、いやもう最高だと思います。でもそれもそうだし、なんか今その需要と供給のバランスがこう、うん、崩れてきちゃってるじゃないですか、はい、で特にその、まあ、供給が不足してる部分もあったりだとか、うんうん、よりこうなんか特別なものとかっていうのが一昔前に比べて多くなってますよ、うん、そうですね。スーパーカーだけじゃなくて、もう欧州車もその全般限定車を比較的に出すようになったりするし、うん、国産車なんかでも限定車とか特別商車すごく多いじゃないですか、はい、だからなんかもう車種によってはそのハマればなんか値段が下がらない、うん、むしろ上がるなんていうのが珍しくなくなっちゃったから、うん、そうなんかそういう風に捉えられちゃいますけど、うん、普通の感覚で言ったらもうだいぶ残ってるというか。そうですね、相当残ってますよね、考えてみたらね。でもそんな中でもやっぱりこのパッケージを見ると、はい、やっぱりこれちょっとお買い得だなと思うんですよね僕、うん、スーパーカーなのに装備がいいじゃないですか。そうなんですよね、マクラーレンって。だってこの、うわうういいっすね、バイクっす ねこの疾走感となんかないっすよね。ないっす、はい、あ気持ちいいなっていう、うん、でやっぱり650とかでものすごく懸念され、はい、懸念というか皆さんちょっとなってよく言われるのがドアが縛らないんですよ、ハンドアになっちゃって。あーなるほど。でその、ね、この個体に関してはソフトクローズドアになってるし、はいはい、うん、すごくまあまあいろんな装備が揃ってるんで、うん、いいと思いますね。パワーシートだしレーザーシートで、そうなんですよね、はい、チルトテレスコピックも、はい、しかも速いんですよ。そうですね、シートもそうだし、はい、調整の幅も広いし。そうなんですよ。でリフターもついて、そうなんですよね、うん、ただ操作に関しては、うん、ちょっとそのリフターの操作とかその下の、うん、ライトスイッチの下のところですか、はい、そうですね、それがちょっと慣れるまで、はいはい、あれって感じですけど、うん、まあ、メーターに全部、はい、出ますんで、はい、こうやってそうですよね、はい、バックカメラ出したりとか。そうです。でこれリフターで出ていきますので、はい、まあ、慣れてもらえば全然全然難しくないです、はい。じゃああえてダメ出しをしていいですか、うん、ここがマクラーレンの5号ダメ、はい、いやもうこれも考え方捉え方次第だと思うんですけど、うん、まあ、この辺は、うん、やっぱりまあスーパーカー全般ですけど、はい、決してこう充実のメディアと何ですかナビ機能とっていう感じじゃないと思うんですよ、うん、はい、ここはやっぱりちょっと一つ選ぶところがあるのかなと、うんで、いろいろ聞いたらこれ Android ベースらしいですね。あで、ちょっともちろんその世代も、はい、結構 前というか、うん、はい、一昔前の、はい、だこれで、うん、なんかそのアプリとかってやると、はい、ブラウザーが使えたりとか、はいはい、だから物を思いっきりこの辺が Android、うん、なるほどベースでやってるみたいですね、うん、あとメディアがちょっと弱いかなっていう感じはします。あ確かにね。ただこれも、うん、ちょっと中でも紹介しましたけど、はい、あの USB3 系統と、はいね、プラス AUX がついてるんで、はい、まあ、基本皆さん今、スマートフォンで、はい、多分メディア楽しまれてる方が確かに音楽、うわめっちゃいい音しますね、この中間からの加速も、はい、力強いよね。だあのごめんなさいね、土の話を途切っちゃうけど、いやとんでもございません。僕はパワー的にはもうこれ以上いらないと思ってるんで、はい、あるに越したことはないんですけど、はいはい、570基本カタログスペックで570馬力じゃないですか、はい、650あればなって思わないんで、650馬力の車を乗ったら当然いいと思いますよ。800馬力の車乗ればいいと思います。でもこの車がじゃあ不足かって言ったら使えないですもん。だってこんな馬力そうですね、はい、もうすでに570馬力の時点で持て余しちゃいますよね、はい、一般行動であれば、はい、
ですね。だ650結構そのいろんな読み物を持つと、うん、まあ、プラス数字で言うと80馬力 14% ぐらいらしいんですけど、うん、やっぱりそのさらに上の回転の上のこのパワーを絞り出す感は、うんうん、650の方だって言うんですよ、ね、あ、なるほどね。だそこまで使う方とか、うん、やっぱりロマンを求める方だったら、うん、650っていう選択も十分ありなんだろうなっていう、うん、だ僕の感覚で言うと570でももちろん全然使いこなせないですよ、うん、はい、普通使えないですよ。使えないですね、はいはい、使える人の横に 乗りたいですね。相当楽しいと思います。今回このマフラーが入ってることで、うん、こう気持ちよさ、うん、そのなんですか、馬力とか速さとかまた別の次元くないですか。はい、そうですね。この気持ちよさは、気持ちよさはね、うん、確かにもう非日常がこうすぐ手に入るというか、うん、これはいい車ですよ本当に。何回乗ってももうあっという間に大高方面ですよ、うん、あっという間です。いや僕はその、はい、マクラーレンがものすごく車がいいじゃないですか、はい、これをみんなで知ってほしいです。そうですね、はい、まだこうちょっと魅力がこう世間一般に伝わってないかなっていう感じは僕もちょっと印象を受けます。はい、でやっぱりこう目立つ車で台数も少ないんで、うん、何かとネガティブなことがこう捉えられないですか、うん、はい、多いですね言われることもね、まあ、有名なとこで言うとそのなんかこうダッシュボードからなるこの謎のヒュンヒュン、はい、はい、これ結構720とかでもなってますよね。なってますね、ヒュイーンっていう、うん、そういうところだったりだとか、うん、はい、またそのマイナートラブル、うんうん、なんかもう割とこうなんかあるとこうすぐセンセーショナルにそう、はい、取り上げられちゃいますよね、はい、ただそれっていうのはもうなんかその車の魅力と関係ないところだと思うんですよ、うんうん、じゃあ例えば古いクレのポルシェ壊れるから魅力ないかっていうとそうじゃないじゃないですか。違いますね、うん、もちろんその作法じゃないけど、うん、こういうもんだって理解して乗ってれば、うんうん、多分多くの方が受け入れられる部分だと思うんですよね、うんうん、だやっぱり普通の方ってこうマクラーレンに接してる機会ってあんまりないと思うんで、はいはい、なかなかどうなんだろうって思ってる時に、うん、そういう風な伝えられ方をしちゃうと、うん、あーってちょっと敷居高く感じちゃいますけど。そうですね、乗ったら乗ったでこんなにこう乗りやすい、うんはい、こんな車ないですよね。だからないですね、うん、だって僕らがこうやって普通に乗ってますからね。そうですよね。撮影だとはいえども、はい、確かにめんどくさかったり壊れる心配があったらこんなことしないですから、はい、本当に流せばもう本当にこう手を添えるだけで、はい、もう本当ですね、もうそうやって走れる、もう何の、はい、何緊張感もないです。言ったらもうあの M4 の何でしょ、チャンピオンエディションの方がもっとなんか、いやもっとスパルタンでね手に汗握る感じですよね。そう本当そうです、ただ踏み込めばそれに近いぐらいのこう、あもう十分ですね、はい、感じが簡単に得られるっていう、はい、うん、あと650との大きな違いとしては、うん、まあ、足回りが大きく違うんですよね、はい、で、まあ、ちょっと前回僕これの紹介の時に間違った説明しちゃったんですけど、はい、あのまあ、足回りがだいぶ違うことで、うん、まあ、ステアリングの味付けなんかもだいぶ違うみたいです、はい、なんでこう何ですか、センター付近の遊びがちょっと少なくなってるというか、うん、そうですね、はい、ギア比がちょっと速くなってるみたいですね、はい、はい、やっぱりこうそのグレードっていうんですかね、位置づけが違うんで当然なんですけど、650ってこう、うん、なんていうのかな、こうそのさっきの話じゃないですけど、あと一つもう一歩もう高回転あとちょいのその絞り出し感が違うのかもしれないですけど、でもそういう使い方しようと650って思わないんで、あ、なるほど、うん、なんかねこうゆったり乗りたくなりますね、あの車ってどちらかというと、こっちはどっちかっていうと飛ばしてもよし、高回転維持して走ってもいいし、よりオールマイティーな感じがしますと思いますね。普通に市街地でも扱いやすいし、あとはシートがいいですね、え、ああこのレザーの僕の体型にもぴったりなんです。合いますか、うん、
ただ調整はこの隙間でやる感じなんで、うん、そうなんですよ、ちょっと覚えないと、そう、これ見れないんです、そうなんですよ、ちょっと探りながらって感じです、そうです、はい、ただメモリーもついてるんで、そうですね、まあ、基本的には固定してもらえば、はい、うん、いいのかなっていう、まあまあそんなに大きく動かす車じゃないんで、決まってしまえばポジションが、そうなんですよね、はい、だからその操作一つとっても、うん、ちょっとその慣れっていうか一回ちょっと、うんうん、触ってみるまでが、そうですね、で特にこの辺のモード切り替えなんかもそうじゃないですか、うん、はい、アクティブスイッチがついてて、うん、シャーシとエンジンなんで、そうです、はい、うん、これだから意味が分かっちゃうとめちゃめちゃ簡単なんですよ、めちゃめちゃ簡単なんですよ、はい、切り替えておいてもあと押すだけみたいな、そうです、はい、あの好みのセッティングにするかしないかだけの感覚なんで、ただ他の車にこれがないから、そうですね、そうなんですよね、はい、あ、マクラーレンちょっと独特だなと思っちゃうんですけど、うん、欲しいっす、ん、欲しいっす、うん、欲しいね、欲しいっす、私も欲しいです、いやー、いい音してましたね、最高です、はい、やっぱりこういう走る車って音ってすごく大事だと再確認しました、うん、そして今回あの買い取りさせていただいたお車のご案内なんですけれども、はい、まあ、もちろんその買い取りもまだまだ絶賛強化中ですんで、まだまだ、はい、絶賛買取強化中です、はい、あの極上コンディションで、はい、商品車になるコンディションであれば、うん、こうやってご案内させていただくこともあると思いますので、はい、ぜひ買取もお気軽にご相談ください。というわけで今回はマクラーレン 570S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。